はい、どうも、ナートだよ。今回は視聴者さんからとある戦法を紹介されたので、今日はその戦法をね、やっていきたいと思います。この視聴者さんはね、Twitter の DM でね、かなり丁寧にね、説明してくれたので、今日はその DM をちょっと最初に読みたいと思います。はい、じゃあこちら、ナックルさんとね、元ヒロピーくん。DM 失礼します。ナートさんにやっていただきたい戦法があります。矛限定にはなってしまいますが、ボルネオで比較的雑にビーコンを置き、ひたすら矛を持つという戦法です。矛周りが敵で囲まれていても突っ込んで矛を持ちます。ギアは矛を持ってもある程度スピードが出る分のイカ速と、ビーコンを逆くするためのインク回復を少しと、便利ギアとジャンプが速くなる分のサブ性能、残りは全てゾンビです。復帰はビーコンに飛ぶか、ビーコンがない場合は、置きに行くのでスパタンは切ってます。イメージはマサト様戦法の矛版です。私はこの戦法で矛の腕前は S プラス1でしたが、2レグでパワー2300手前まで来ました。ぜひとも動画ネタによろしくお願いいたしますと。私のギアになります。ぜひ、ご活用いただければ幸いですと。ギアもね、載せてくれてます。いや、これね、結構面白いなって思って、俺も今まで矛持ちまくり戦法やったことあるんだけど、それはボールドマーカー無印で、特に何も考えずに矛を持ちまくるだけと。これは、この戦法は B コンを置いて、B コンに復帰を早めながらも矛を持っていくという戦法で、この2リグでパワー2300手前って、これ結構高いんだよね。うん、2リグで、リーグマッチで X パワー2000超えるともうほとんど腕前 X の人、だから S プラスの人がいけるってことは結構強いんじゃないかなって思って、今日はね、この戦法やっていきたいと思います。で、俺個人的にはね、多分、便利ギアっていうのは多分、この安全靴と爆減だと思うんだけど、こういう、どうなんだろうね。俺カムバック積んだ方が、ビーコンともイカ速とも相性いいので、俺はちょっとカムバック積んでみました。ちょっとギア、俺が持ってるギアの、構成的にもそうだったんで、俺はこのギアでやっていきたいと思います。はい、ということで、このナックルさんの戦法をね、ちょっとガチマッチで試していきたいと思います。それではガチマッチへレッツラゴー。はい、マッチングいたしました。デボン海洋博物館のガチ矛バトル。よし、やっていくぞ。じゃあ、それでは視聴者が考えた戦法をやっていきたいと思います。ビーコンを置いてね、もう矛を持ちまくるという、そういう作戦でございます。多分初動は、ビーコン置くのかな。ビーコンを置いて、で、ビーコンを切り行ったら矛割れないから、ちょっと左から回っていくか、初動は。一応、沸騰積んでんで、これ、ワンチャンやりそうだな。やっちゃおう、これ。やって、これ矛持つか。矛持ちます。こういう時に矛を持つ。いや、これで多分いいんだと思う。これを、やって、その矛を常に敵陣に押し付けるっていう作戦だと思うんだよね。どうなんだろうな。多分確かにビーコンでこうやってすぐ復帰できるのは強い。これ、こうやってラッキーキルだな、これ。これ、矛持ちます。あ、矛持ってた。いや、これいいね。矛を持ってデスすることによって少し時間稼げるからね、普通にデスするより。オッケーオッケー。で、その間に味方がキルをしてくれて、もうこのまま矛、これ多分矛でいいんだよな。さあ、ビーコンも置いちゃって、で、矛持つ。これ結構強くねえか？あれ？思ったよりうまくいってるぞ。で、これでビーコンがめちゃくちゃいいわ、これ。これめちゃくちゃビーコンと相性良くない？さあ、で、これはちょっとまた不意をついて、割りたいな、これ。割ってドカン。いきまーすちょっと待って、これやばいぞ。マジで、いや嘘でしょ、これ。結構強いぞ、これ。だって、想像よりうまくいってるんですけど。ビーコンが強い。マジで。復活短縮、サブ性能、カムバック、全部、この戦法に噛み合ってるわ。うん。多分ね、カムバック積んだ方がいいね。紹介してくれた子はカムバック積んでなかったけど。ビーコン置くにしても、イカソカ上がるにしても、やっぱカムバック結構強いから。これさすがに死んじゃうかな。いや、これ死んじゃうな。ナイス。さあ、俺の矛割りのヘイトを利用して味方がキルしてくれて、そしてサブ性のビーコンにすぐ飛んでいく。で、すぐ持てばいいんでしょ、これ。やられちゃった。やられても OK。ちょっとあんまり連続ですぎると怖いけど、ビーコンさえ壊されなければ、前線がずっと下がらない。さあ、味方持った。OK。さあ、これなるべくキルしたくないかね。キルしちゃうと、沸騰発動しないから。さあ、行きます。さあ、持ちますよ、俺は。待って、相手のカウント1も進んでないぞ。これ勝ったの？待って、相手のカウント1も進んでない。これ、待って、俺、この戦法やって、改めて気づいたけど、俺、ガチホコのルール理解今まで全然してなかった説ない？これ。矛は敵陣に置いとくと相手は攻めれないっていうのに気づいたかもしれない。OK。で、相手はこれずっと見ておかなきゃいけないからね、矛はそこにある限り。こうなってくると相手は矛持つしかないんじゃないかな。あ、これ中央に戻るな。あ、OK。あいつか。これ振った発動する？あ、発動しないな。OK。ただ、ビーコンがあるんで、ビーコンがあるから、まあ、一生復帰できる、これ。さあ、ビーコン置いてから持ちます。さあ、ビーコンがめちゃくちゃ大事な気がする、本当に。この戦法は。で、相手陣地に矛を押し付けていく。待って本当にこれすごい待って、俺ちょっと今感動してるんだけど。ガチ矛を敵陣に押し付ける行為ってこんな強いの？俺、あんま矛やるとき、ローラー使ってるときとか、矛持たないから、矛持つ行為ってこんな強いんだ。あ、これいけんじゃねこれ。あ、これワンチャン？あ、嘘でしょマジで。え？待って、なんか想像より、なんかこの戦法として成り立ってる。あのね、ビーコン、復活短縮サブ性能ビーコンで、矛持ってもすぐ復帰できるから、これを想像以上に強いです、マジで。ネタ抜きで。はい、じゃあもう一試合やっていきましょう。まあ、一戦だけじゃわかんないんでね。はい、マッチングいたしました。マンタマリア号のガチ矛バトル。よし、やっていくぞ。さあ、マンタはビーコン強いからデボン、まあ、デボンも強いけど、どうなんだろうね。まあ、やっていきましょう。あ、矛割りが強い方が、でもこの相手のヘッドセット結構抜けてきそうだから、でも抜けに対しては、抜けてくる戦法に対しては俺も矛で敵陣に行けばいいだけだからな。ちょっと初動は丸見さでいいかもね。初動ビーコン傷つつ丸見さで良さそう。さあ、丸見さぶっぱして、多分さすがにやっぱボルネは射程短いから、初動、矛割られると何もできないから、丸見さ打って、様子見て、こっち側ちょっと抜けちゃったりして、矛味方やってくれた。オッケー。味方矛やってくれたんで、これ一回矛割ってで俺が持つと。一回これ丸みさ打つか。丸みさ打ってから行きます。いるこれ。オッケー。矛持ってで。しっかり自分が矛持つことによって、味方が、その、矛、あ、これやっちゃうな。矛を意識せずに戦えるっていうのもいいかもね。さあ、ビーコン。あー、ちょっとビーコン置かないとな。もうちょっと前線の方にビーコン置かないと、ラインがあんまり上がんないね。そしたら、ポチッとな。いや、どうしようかな。こうなるとちょっときついか。これ、やれねえか。やれなかった。まずい。じゃあ、矛止めたい。オッケーオッケー。矛止まればオッケー。じゃあ、これ割っちゃうか。さあ、割って、丸みさ打って、矛持ちます。多分これ、矛を常になるべく、あ、これ落としていいや。なるべく相手陣地に押し付けないようにね、防衛も攻めも。だから自陣になったらこう積極的に落としたりして、敵陣の方に押し付ける。ビーコンがやっぱ強いな。本当はビーコンだったらマジ捨てじゃいらないね。さあ、これ、いきます。多分これが正解。この先回りの。いや、これでいい。オッケーオッケー。これでいいんじゃん。これいい。オッケーオッケーオッケー。起点になった。攻めの起点になったぞ。で、これ飛びます。ちょっと味方飛ぼう。ちょっとビーコン飛びたいけど。あー、マジか。これやっぱビーコンでよかったな。ビーコンが前線ないときは無理して味方に飛ばないんで、ビーコンに飛んでビーコンを置きながら前行く方がいいな。カウント38か。カウント38だとちょっと怖いな。まあ、でもビーコン置いて、これやりたい。ナイス？オッケー。味方がキルしてくれた方がありがたい。振った発動するから。これ持ちたいな。ワンって持てたらでかいけど。持ちたい。オッケー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 。これでオッケー。これで、ここに矛を置くことによって、味方のラインはずっと上がり続ける。これで矛中央戻っちゃうと、ラインが下がっちゃうからね。なんで、今の矛持ちは結構強いんじゃないかな。また行きます。また持つよ、俺は。オッケーオッケーオッケー。オッケー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 。これ。これだ！待って！え、これ、すごいぞ。画期的だぞ、これ。この戦法かなり画期的だぞ。ちょっと俺今、割と感動してる、ちょっと。ああ、U2か。やべえ、こうなるとちょっとまずい。カウント35か。まあ。いいんじゃない。ああ、でもちょっと、オールダウンすると、まずいか。これまずい。あ、当たんない。味方、壊した。オッケーオッケー。ちょっと味方やっちゃったけど、オッケー、ナイス。まあでも、向かってくる敵に対しては、ボールのもキルタイム早いから。あいつか。まああいつの OK。うん。防衛は、向かってくる敵に対しては結構ボルドでもキル取れるね。だからその、今みたいな、置き打ちとかで、そう、敵が入ってきたらやばいとこ置き打ちしとけばいいな。さあ、これは、なるべく矛は割りたいな。まあ、対別もちょっと欲しくなるけど、対別積むギアの余裕はないな。やばい、これ。割ったでいける？さあ、これ持って。あ、行こう。行きます。じゃんじゃん行こうぜ。行く。おら。行く。嘘マジで ?2 戦連続でこんなノックアウトありっすか？マジか。本当にちょっとね、想像以上というか、普通に強い、この戦法。うん。多分、X パワー2600ぐらいはいける気がする。うん。ナイス。はい、マッチングいたしました。マンタマリア号のガチホコバトル。よっしゃ、やっていくぞ。まあ、平均パワーもね、まあ、2400と、まあ、割と、そこそこなパワーなんで、まあ、このパワー体で、こんな感じでうまく決まるんだったら、多分ね、本当に結構強いと思う。特にリーグマッチとか、なんか通話しながらやったらもっと強いと思うね。ガチマッチでこれだから。てか、本当にね、なんかガチホコのルール理解、本当に、ちゃんとしてなかったんだなって、俺。矛を敵陣に押し付ける声がこんなに強いと思んなかったわ。マジで感動してるわ、今。こんだけスプラトゥーン2やってて、こんなことに気づけなかったのか、俺は。はい、行きます。これ奥に、これでいいんだよね。いや、これが強いんだよね。このムーブが強い。今まで俺、このムーブ弱いと思ってたけど、強いわ、このムーブ。敵陣に、やっぱアイテムを矛の周りで戦おうとするから、これをすることによって自然と相手のラインは下がるんだよな。で、こういうとこにビーコンを置いとけば、あ、ちょっと置けなかった。うん、自分デスしてもすぐそのビーコンに復帰できるからね。で、あー無理か。ちょっと今矛を持ちに行こうとしたけど、さすがに見られてる。まあオッケー、ビーコンですぐ飛ぶ。さあサブ性能を面1積むだけでこんなに早く飛べますからね。さあこれ矛もすぐ持って、あ、オッケーオッケー。あーこれはちょっと良くないか。相手のエイムが良かったな。まあこういったなるべくこうやられ、なるべく前でデスしないと、ちょっと危なっかしいことになる。ナイス、でかい。オッケー、いいぞ。相手もなんかうざいだろうな。振ったんですぐ復活してくるから。行く。行きまーす。オッケー、31。味方もやりやすいんだろうな。こんだけさ、わかりやすい立ち回りしてくれるから。あ、この人は保護持ってすぐ前行ってくれるタイプだって。多分、味方が理解してくれてるから、味方のカバーも早い。あーこれ中央に戻されちゃう。中央戻されちゃうね。ビーコン置いて、すぐ矛を持ちに行きます。OK。これ、矛意識が高すぎる。まあそういう戦法なんだけど。さあ、これ前行きたいけど。ここはちょっと慎重。うわーこれやれちゃう。ごめん。まあ OK。あーちょっとビーコンなくなってきたな。これ、飛びます。勇気の飛び。いや、ここのビーコン強いな。ビーコン置いてからにします。ちょっとね、ビーコンを置くことで防衛にもなるから、防衛の安定性も増すから、こういうちょっと時間があるときは、余裕を持ってビーコン置くのありだね。やばい。あー、どうしよう、これ。いや、これ、どうしようかな。右も多分見られてるよな。こっち。オッケー、こういうこと。こういうことです。これ相手からしたらめっちゃうざいだろ、これ。これ相手からしたら相当うざいぞ。うん。やっぱ矛はみんな、これ、特に矛でこういう武器持ってる人はこれ見てほしいね。矛を持って引くことはやっぱ弱いんだな。やられそうになったら前行けと。いや、これさすがに持てねえな。いや、でもこれも持った方がいいんかな。持って、あそこに矛を滞在させた方が良かったかもしんないな。まあいいや。あ、中央に戻ったから。いや、これはちょっとハイプレ終わるまで待とう。やばい、ハイプレが。さあ、持って、ハイプレ終わったら持つ。そして、矛を前に押し戻していく。オッケー。相手1カウントも進んでないんだけど。相手一カウントも進んでない。じゃあそりゃ進まないよな。ずっと矛を相手の陣地に押し込んでんだもん俺が。なんならこの試合キルした俺。本当に矛しか持ってない。あ、道塗ります。道、あ、ナイス。15です。素晴らしいです。この試合本当に俺キルしてないかもしんない。したかな？ちょっと覚えてないや。結構本当に感動してる。あ、こんにちは。僕はね、矛しか見えてないんです。これワンチャンある？もしかして。あ、勝った。はい、勝ち。いや、待って。本当に俺ちょっと感動してる。待って。俺結構、ここ1、2年で一番ちょっと感動してるかもしれない。スプラトゥーン関連で。こんな素晴らしい戦法で気づかなかったんだ、今まで。はい。はい、ということでね、今回は視聴者からリクエストいたボルネオ矛持ちまくり戦法、ゼロキルだマジかはい。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。それでは、さよなら。